うちの佐々木のぞみはいかがでしたか。今拍手をいただいたようにウミガメ室内管弦楽団に対しても皆さんの中でいろんなイメージを持ってらっしゃると思います。まあ、ひどくないことを祈りますけども実はですね、先月からウミガメの仲間として演奏してくださっている上田さんです。中からウミガメに参加してみるとどういう団体なのかというのをちょっとお話を聞いてみましょうか。感想をどうぞ。はい、皆さんこんにちは。先ほど紹介していただいたように前回の歌込みコンサートから出演させていただいているんですけれども、私はちょっと音楽の学校を出たとかそういうわけではなくてですね、バイオリンもしばらくできなくて久しぶりにこう弾き始めたんですけども、とにかく下手ででしてね、練習中も音程を外したり、リズムがみんなとまた合わなかったりするんですけども、現場の方々はですね、もう上田さんダメだねみたいなことは全く言わずですね、もうちょっとこうしてみましょうとか、もう一度やってみましょうって、とても優しく温かい方々です。そういったメンバーが開くコンサートですから、来てくれる方々もですね、なんかでき不できを評価しに来ているのではなくて、なんかみんなで音楽を一体となって楽しもうというそういう空気を感じて、私も嬉しく思います。この見かけウミガメ室内管弦楽で演奏させていただけること、とても感謝しております。ありがとうございます。久しぶりにウミガメのトークで真面目なことを聞きましたね。ではそのあったかくて優しいウミガメ室内管弦楽の演奏でオリジナルのアンダースターをお聴きください。
ちょっと忘れてしまうんですけれども、次の曲は高校3年生、もうこの曲はどなたでもご存知だと思います。昭和38年に、船木和夫さんがリリースされたデビューシングルで、100万枚突破したと聞いています。で、昭和33年といえば、もう本当に日本経済が世界の奇跡と言われるまで高度、経済成長となって、またその頃にあったっていう昭和33年の38年の頃といえば、鉄腕アトムがテレビ放映されたとか、坂本九さんのすき焼きが、全米ヒットパレードで1位になったとか、初の日米間テレビ宇宙中継でですね、ケネディ大統領が暗殺されたとか、関係ないんですけど、伊藤さんがヤクザに刺されたとか。そうなんですよね。ちょっと精神とかけ離れましたけれども、この曲もう音楽はよく何回も聴いてたんですけど、歌詞は最初の赤いそこしか自分も記憶がなかったんですけど、昨日たまたまちょっと見てたら2番になんかフォークソングの手を取れば甘く匂う黒髪だとか、なんかそういうのを聞くと、当時ではその男女共学の民主主義教育の喜びっていうのを表したんじゃないかなというのを感じます。